南スーダン PKO の日報が破棄したとしていた陸上自衛隊で見つかりトップの陸上幕僚長まで報告されていた問題で稲田防衛大臣は陸幕長に確認したものの認識していないと回答されたと述べました。岡部、えー、陸陸の名前が挙げらら、れたことからまずは陸上陸爆上本人に対して、 報道のについて確かめたところ、陸爆町からは、報道のような事実は認識していないと回答されたところであります去年7月の南スーダン PKO の日報について、陸上自衛隊ではこれまで破棄していて存在していないと報告していましたが、今年1月ごろまで部内で保管されていて、 トップの岡部陸幕長まで補完の事実が報告されていたことが分かっています。稲田大臣は第三者を入れた特別防衛観察の実施を指示し、結果についてはできるだけ早く出したいと述べました。